アトリエ安蔵でございます。金がねより欲しかった GoPro を友人から借りました。 GoPro 7でございますよ。いや、持っていく画角が広くてスマホとペアリングすげえ簡単で俺ので欲しいなと思い始めてきた。今んとこ大丈夫そうだね。いやー、 D チャンネルのねアトリエ半蔵の旅っていうのは2000年代かよという画質でやったのが、まさかのこの GoPro で、おお、一気に上がったなぁと、なるんじゃねえのかなぁとかっていうのも、まあテストでねやってみたいと思い、今回動画を回してみております。今回のネタは、うい、いい勝負、はい、秩父34カ所巡りでございますと。過去にやったことはあるんだよ。あ、全然仏教徒とかそういうわけじゃないよ。あ、別にクリスチャンってわけでもないよ。僕は無宗教なんですけども、アトリエ半蔵の旅終わるかな、3月半ばくらいに終わればいいかな、そっから編集手掛けてくれるかな、4月。そう、4月といえば新社会人や新入生、皆さん大変だと思いますよ。まあ本当にみんながこう健やかに楽しくやってほしいなと思い、お祈りの旅に行こうかと。今回は GoPro と自撮り棒だけでやってみる練習かな。カメラの練習みたいなもんなんで、画質どう、声入ってる、その辺の確認動画っていうような、そんな感じです。開いてんじゃん。閉まんねんで、ここもちゃんとみんなのことね、あれやってっていうのをやるんで、34箇所分もし取れなかったら、まあその時はその時だ。時刻がもう19時15分。なんやかんや家を出るのがね、3時を過ぎて、本来であればもう本日の野営地に入っているはずでしたが、田山とか入間とかその辺です。やっぱ私アトリエ半蔵はね、まあ普通のことをしてもね、面白くないと思ったんですよ。何か面白いことねえかな。どうせだったら誰もやってないようなことで、ちゃんと34箇所巡りがしたいと。まあ、まず見てもらおうかな。アイロンとアイロン台です。皆さんは、エキストリームアイロニングというスポーツを、競技を知ってますか？僕は昔何かのテレビかなんかで見たんですよ。いつかやりたいと。なんで今回は34箇所全てのお寺で絶対人に迷惑ならない場所やっていこうと思います。野営をしております。ゼロまで行ったよ、気温が。びっくりした。わかりますか、凍っちゃってるんですよね。めっちゃ凍ってるのよ。あと GoPro の電池が昨日の夜満タンにしたのに、寒さでほぼゼロになってます。いや、やられたね。もうバッテリー2個死んだという、そういう感じです。一番の札所までこっから10分程度なんで、スタートできればと思います。もういきなりですが、一番すまぶしい。まずはね、農協長とかお札とかちょっと意識揃えに行こうと思います。いや、いい天気だね。ありがたい、本当に。足だけがすごい寒い。つま先が壊れそう。それ以外はでも、イージス着てれば、まあイージスね。農協長、いただきまして、一番、島無事、終了です。一番、島無事。これが淡々と続けばいいや。僕はおばあちゃんに農協長をあげるっていうのが今回の目的なんで。このタイプの小坊主くん初めて見た。2番、新福寺。3番、常泉寺に到着。常泉寺、4番、金勝寺。すげえでけえわらじが。ちめてちめて。お、すげえすげえすげえ。ちゃんとね、お経をあげさせてもらって、お札を納めさせていただいて。4番、金勝寺。5番、五華堂。五華堂は無人なんで、近くの長越なのかな、そちらでやってもらいます。5番、五華堂。6番、牧雲寺。坂が急だった。すげえ坂だよ。